皆さんこんにちは、水越美里です。本日はですね、いつも同じメイクになってしまうという方に向けた簡単印象替えメイクということでやっていきたいと思います。実はですね、私 YouTube 始めてから割とずっといつも同じ顔に見えてしまうとか、使ってるコスメ違うのにいつも同じような雰囲気だよねって言われることが本当に多かったんですね。実際それに関しては、確かにって思うなと私も思ってました。でも最近そういった意見が結構少なくなってきました。それどころか結構メイクルックブックとかでは毎日こんなに雰囲気が変わっていてすごいっていうお褒めのね意見をいただいたりして本当に嬉しいんですけれども、別人級に変わるというよりかは自分っぽさだったりとかナチュラルな感じを残しながらもちょっと雰囲気を変えるみたいな、そんな内容って結構需要があるのかなと思って今回の動画を撮ろうと思いました。ぜひご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まず今回の動画を撮るにあたって心がけたところがあるんですけど、それがですね、簡単に取り入れられてその割に印象の変化として大きいもの、ここをね気をつけました。なるべくナチュラルっていうところも心がけました。例えばアイラインすごくしっかり引くとかって印象すごく変わると思うんですけど、実際普段に取り入れられるほどナチュラルかっていうと結構難しかったりすると思うので、そのあたりのバランスを考えた項目を紹介していきたいと思います。ただまあやっぱり正解不正解っていうわけではないので、今回紹介した方法以外にもたくさん正解はあると思うし、自分に取り入れた時にしっくりくるかどうかってまた違ってくると思うので、ご参考にしていただけそうな部分をね取り入れてもらえると嬉しいです。ではではいきたいと思います。ちなみにちょっとねベースに関しては今回終わった状態でポイントメイクのところからお話ししていきたいと思います。では1つ目の大きなテーマ、パーツの形と配置を変えるです。パーツごとにちょっと紹介していきます。じゃあ最初にまずアイメイクからです。アイメイクの1つ目、ここを変えると印象が変化しやすいポイントは、涙袋を作るのか、それとも下まぶたに影を入れて仕上げるのかです。ではどちらもですねちょっと実践しながら説明していきたいと思います。まずこちら側、涙袋作っていきます。セザンヌの各アイゾーンコンシーラーです。涙袋を描くとですね、まあ、目自体をすごく大きく見せることもできますし、印象としてはなんとなく可愛らしい感じに持っていきやすいと思います。子犬だったりとか子猫を思い浮かべるような、そんな感じのイメージです。あとは配置の部分で言うと、目がここまでではなくってここまでっていう印象を与えられるので、おのずとこの頬の部分が範囲が狭く見えるので、まあ、目が下方向に大きく見えています。つまり目自体がちょっと下に見えているので、顔全体の印象としてもやっぱり可愛らしくちょっと幼い感じに仕上げやすいです。でこのですねぷっくりさせた部分の下の部分に、まあ、アイブロウパウダーとかで影を入れるとよりぷっくり涙袋に見えます。はい、こんな感じです。何もやっていない方に比べてそもそも目の範囲もすごく広く見えていると思うし、上ではなく下方向に拡大されてるのが伝わると思います。はい、離れてみてもこんな感じです。まあ、可愛らしく見せたい方、顔を幼く見せたい方、面長なのが気になるっていう方はぜひちょっと取り入れてみてほしいですね。でもう一つのパターンは、下まぶた全体に影を入れる方法です。使用するのはビーアイドルの愛嬌のピンクブラウンです。まずこちらのカラーを全体に使っていきます。目尻側からこんな感じでちょっとね、さっきコンシーラー塗ったような部分に塗っていきます。でこれもですね、下まぶたにメイクをしてはいるので、目の位置とか大きさを下方向に伸ばしているっていう点では一緒なんですけど、こちら側よりもちょっとかっこいい感じだったりとか甘さの少ない仕上がりになります。そしてここ使っていきます。これはですね、もっとまつげのキワキワのあたりにうっすら影を入れていきます。で今回は試しきれないんですが、下まぶたにあえてほとんど色を使わないメイクっていうのもまた重心が下に向かなくって印象変わるので、それも印象をね変えるっていう意味ではおすすめです。ただやっぱり最近って結構中顔面短縮とかが流行っているので、そういう意味で言うとこのどちらか選んでもらうと、まあ、今っぽい仕上がりにはなりやすいのかなと思います。このまつげを濃くする感じで生え際塗っていきます。これだとちょっと急に下まぶた感あるので、上も合わせて適当に仕上げます。はい、こんな感じです。全然印象が違うと思います。上まぶたの塗り方は両方とも変えていないので、本当に下まぶたのメイクが違うだけです。両目ともちょっとラメがあっても可愛いかなって気がしたので、ウォンジョンヨのこのトレンチブラウンのこの部分使っておきます。まあ、でもこれも本当入れ方は変えずに両方ともこの目頭の方に入れておきますね。
上まぶたのアイシャドウの塗り方を変えてももちろん印象が変わったりはするんですけど、目が開いてる時ってどちらかというと下まぶたの方が目立ちやすいので、こっちを変えた方が印象が変わりやすいし簡単かなと思います。より可愛らしいような小動物感だったりとか出したい方、涙袋を作るメイクがおすすめで、少しキリッとしたかっこよさを出しつつもここら辺の余白が気になる方は下まぶた全体にシャドウを塗るのもすごくおすすめです。アイメイクで2つ目のポイントはまつげを上げるのか上げないのかです。もっと言うとまつげを上げるにしても束っぽく上げるのかふさっとして上げるのかでも印象全然変わるんですが、まずは上がってるのか上がってないのか、ここでかなり印象と、あと特にですね、目の位置を変えることができると思います。これもやりながら説明していくと、こちら側はまつげをしっかり上げてメイクしていきますね。本当に根元からしっかりとビューラーで挟んでくるっとカールさせていきます。こちら側上げないでいくので、まあ、一旦このままで。上げた方はセザンヌの耐久カールマスカラ使っていきます。まつげを上げるとですね、目が大きく見えるっていうのはいいところで、もう一つですね、目の位置自体、重心を上に持っていくことができます。ではビューラーしていない方も先にマスカラだけ同じものを塗ります。で、まつげを上げないと先ほどとは逆で、目の重心を、まあ、下に持っていくというよりは上に上げないことができますね。まつげ下げたからといって下に重心が行くわけではないんですが、上に今盛られてるので目がちょっと上にね見えやすいんですけど、こっちは上げないのでそのままの位置、もっと言うと涙袋メイクしてあるのでよりこう下がって見えます。ただ上げないといっても何もしないよりはちょっとカール感がついていた方が可愛いと思うので、ホットビューラーとかで少しだけ熱を加えて自然なカールを作っておくといいと思います。こんな感じです。これも分かりやすいしすごくね印象が変わります。で、私もそうだったんですけど、とはいえやっぱりまつげをしっかりと上げて盛りたいですよね。なのでその中でまつげを上げた中で印象を変えるのであれば、さっき最初の方にちょっと言ったみたいに束感を出すとかふさっとした感じで盛るとか、束感を出したい場合はピンセットとか指でちょっとこうつまむといいと思うんですけど、ふさっとさせたい場合はあまり束にならないようなマスカラ、個人的にはミュードとかがすごくおすすめなんですけど、そういったものを使うといいと思います。でもすごくしっかり印象を変えるって意味だと、まつげを上げないのか上げるのか、ここは結構大きな分かれ道だと思ってます。はい、では次のパーツ、眉毛に行きます。眉毛も印象めちゃめちゃ変わりやすいですよね。それでいて難しいパーツでもあるかなと思うので、私もそんな得意じゃないんですけど、変えるのがなるべく簡単なところをご紹介していきたいと思います。まずはイプサのアイブロウパレットです。一つ目、簡単に変えられると思うところは眉毛の長さです。こちら長く、こちら短めにちょっと仕上げていきますね。で、眉毛を長めに仕上げると印象としてはちょっと大人っぽいっぽく、なんて言うんですかね、洗練された感じに仕上がるかなって思います。メイクの雰囲気で言うとこっちの方が合うかなって私は思ってるんですけど、可愛いよりは綺麗めな印象になれるのが長い眉毛かなって思います。大人っぽいメイクしたい時とか私は結構長くします。で、短めの眉毛の時はですね、さっきとは逆でちょっとフレッシュな感じ、元気っぽさがある感じだったりとか、まあ可愛らしさだったりとか、そんな印象になれるかなと思います。はい、こちら短い側で、こっちが長い側です。横とか向いた時に結構違いが分かりやすいと思います。離れるとこんな感じで、まあ少しですが結構イメージとしては変わるんじゃないかなと思います。こっちのがだいぶ大人びて見えるはずです。で、もっと言うと、例えば眉毛自体の形を変える、アーチっぽくするとか平行っぽくするとか、細くする太くするでも印象はすごく変わるんですけど、形を変えるのって結構やっぱり難しいし、変えられたとしてもまたその眉の形が自分に似合うかどうかっていうのが結構ね大きい問題かなと思ってて、もちろんその眉を似合わせられるように他の部分のメイクを変えていけばいいってことだと思うんですけど、またそれがね難しいので、形自体を変えるっていうよりは長さを変えるのがすごい簡単かなと思いました。で、細さと太さに関してもやっぱりその自眉の太さってあると思うので、印象を変えたいから元の眉毛を細くしておくっていうのも一つ手だとは思うんですけど、やっぱり自眉がある程度生えてた方が描きやすいとは思うので、個人的にはなるべく残したい派なんですね、自眉毛を。だからこそ簡単に変えやすいっていうと、まあ長さの部分かなと思ってご紹介しました。でも、もう一つ印象を変えられる大きなポイントがあって、それが眉毛の濃さです。またこれもですね、薄め濃いめっていう感じでご紹介していきます。今ほんと同じような感じなので、ちょっと
とこちら側の眉毛ブラシで撫でて色を若干薄めにします。こんな感じです。薄めにしたい方は明るめの眉マスカラでフジコのマジカルアイブロウカラーの1番を使っていきます。薄くしたい時はね、眉マスカラ明るくするといいです。もしくはまあ脱色してしまうか、もしくはコンシーラーを使って自眉の色を抑えてから眉マスカラを塗ると明るく仕上げやすいです。濃いめに見せる方はコスメデコルテのアイブロウクリーム301番を使っていきます。ほとんどですね、自眉を生かして毛流れ整えるぐらいのこれは眉クリームです。はい、ということで薄め淡めの眉毛と今度濃いめのね眉毛になりました。ここで見ていても印象は違うと思うんですが、離れると分かりやすくて、はい、こんな感じです。何が言いたいかっていうとですね、薄めに仕上げた方って眉毛の存在感がちょっとなくなるんですよね。なので眉毛に目が行きにくいってことは顔の中でも上方向に目が行きにくいっていうことになります。でそうなってくるとやっぱり下重心になってくるので、またやっぱり幼く見えたりとか、ちょっと柔らかいような優しい印象になりやすいです。可愛らしさもこちらの方が出しやすいかなと思います。で眉毛がしっかりめのカラーだと先ほどとは逆でここにね目が行くようになるので、重心としてはちょっと上目に比べてもかっこよくなったりとか、ちょっと大人っぽく見えるのが特徴です。全然この眉毛だけで印象が変わっていると思います。で今って長さも短いと長いなので、よりそれぞれの雰囲気に合ってると思うんですけど、色だけ変えるのでもう結構変わるので印象が、でしかも色変えるのって使うアイテムを変えれば割と本当に取り入れやすいのですごくね簡単だと思います。はい、それでは次ですね、鼻いきます。私の元の鼻がね結構本当に低めで特徴があるので違いが伝わりにくいかもしれませんが、これはねウォン・ジョンヨン先生にも教えてもらったやり方になっていて、鼻根から鼻先まで一直線に影を入れるのか、鼻根とあとまあ鼻先だけ影を入れるのか、これでも意外と印象が変わります。じゃあこちら側に鼻根から一直線バージョンでいきます。でこちらの方法は鼻がシュッとして見えて、まあちょっとね鼻が長く見える大人っぽくしたい方だったりとか、シュッと綺麗に見せたい方におすすめのやり方です。私も普段取り入れてるのはこちらの方法ですね。はい、ちょっと濃いめにあえて仕上げてますがこんな感じです。もう一つの方法、こちらのまず鼻根に入れます。あとですね中間の部分は抜いて鼻先に入れるっていう方法です。これをすることによって鼻が通ってシュッとして見えるっていうのはあるんですけど、鼻を長く見せずに短く見せることができるらしいです。面長感が気になってる方は鼻が短いことによって顔も短く見えたりするので、そういう方はこっち側のやり方がいいのかなと思います。あと幼く見せたい方とか柔らかく見せたい方はこちらがいいかなと思うんですけど、とはいっても元の鼻が低いのが気になるっていう方とか短いのが気になるっていう方だとこっちのがいいかなって思います。ちょっと鼻は1個しかないのでやり方を変えてもあんまりちょっと違いが分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、一応こんな感じです。で鼻のハイライトもですね、鼻が1個しかないので1個の方法しかできないんですけど、今みたいにシューって1本で入れるとこちら側でやったような長くシュッとした感じになるし、鼻根と鼻先だけやると短くしながらも鼻のスッキリ感出すことができるので、それはどちらかのやり方に合わせるといいかなと思います。まあ、ミックスでもいいと思うんですけど、印象変えるっていう意味だとどちらかに合わせた方が変化出やすいかなっていう感じですね。今回はシュッと縦に入れてしまいました。でそもそもの話になっちゃうんですけど、ノーズシャドウを入れるのか入れないのかっていう差をつけてもいいかなって思います。幼く可愛らしい感じに見せたかったら赤ちゃんとかイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけど、赤ちゃんで鼻が高い赤ちゃんってそんないないですよね。全体的に赤ちゃんみんな鼻低く見えると思うんですけど、可愛らしさの象徴でもあると思うので、もういっそ何も入れずに低さを生かしたメイクをするっていうのもいいと思うし、それとギャップをつけるって意味ではノーズシャドウをしっかりしたメイクをすると、そのしてない人はかなり印象が変わると思うので、この入れ方で変えるのもいいし、入れる入れないで変えるのもいいと思います。はい、それでは次はチークいきます。チークもねいろいろな方法があると思うんですけど、入れ方も大事ですけど、入れる位置を変えることによって印象が変えやすいし変化も出やすいと思いました。でどういう風なパターンがあるかっていうと、顔の中の高めの位置、目の下あたりに入れるパターンと顔の中央あたりにふわっと入れるパターンです。まずは中央あたりにふわっと入れるパターンです。だいたい小鼻と目を結んだようなこの真ん中ら辺から始まって、外側にあまり上に行かないようにふわっと流していきます。まあ真横に塗る感じっていうんですかね、ちょっと下に行ってもいいと思うんですけど、あまり上には行かないような感じで広げる。でもう一つがですね、この目の下のアイシャドウともちょっとかぶるような位置、本当にこの頬骨あたりから上に向かってシュシューと入れていきます。
でこちら側に入れた方は、まあ、これもね目と前の雰囲気に合わせているんですけど、やっぱり重心がこれも下に来るようになっているので、可愛らしかったりとか幼かったりとか、ちょっと子供っぽい感じの印象になるかなと思います。でこちらの高い方に入れたのは、やっぱりこれもこちらのアイメイクとかと合わせてるんですけど、重心が上に行くので大人っぽい印象になったりとか、結構ね顔がシュッとしたような洗練された印象になってきます。でふわっと丸く入れるとか斜めに入れるとか、いろんな入れ方はあるんですけど、やっぱりこの位置自体を変えちゃう方がイメージとしては変わりやすいですね。はい、それではリップですね。色を変えるのが手っ取り早く印象を変えるポイントではあるんですが、その部分以外で言うと、オーバーにさせる方向を上なのか下なのか、どっちに持ってくるかで雰囲気が結構変わります。こちら側が上唇オーバー、こちら側が下唇オーバーでやっていきます。使っているのはジューシーのムーディームースリップの951です。結論から言うとですね、上オーバーの方がやりやすいし簡単だとは思います。こちら側上オーバーでいきますね。この山の部分をですね、本来の部分乗り越えて塗っていきます。マットの方がオーバーにしやすいと思います。で下唇ははみ出さないようにそのまま塗ります。逆ですね、こちら側を下にはみ出すように、ちょっと分かりやすく本当にオーバーにいっちゃいますね。で上は普通に塗ります。はい、こんな感じです。例えばなんかアイメイクとかでこっち側のメイクしていたとしても、下唇オーバーにすると可愛いのに大人っぽいとか、可愛いのに色っぽいみたいな感じ出す時にはすごくいいかなって思ってます。中華美人の方とかよく見てると、結構下唇オーバーの方の方が多いような気がしますね。ただ途中でも言ったように、結構下唇のオーバーって分かりやすいんですよ。なのでもしその単純に印象を変えたいっていうことだけであれば、色を変えるとか質感をマットからツヤに変えるとか、そういったものの方が取り入れやすいとは思います。改めて違い見ていただくと、まずパターン1のメイクがこんな感じと、もう一つのメイクがこんな感じです。で今回って結構分かりやすく違いを出したかったので、本当に割と極端なメイクをしているんですけど、今ご紹介したものを例えば混ぜながら、涙袋あるけど眉毛長くしたりとか、涙袋はあるけどチークは高めに入れたりとか、混ぜながら変えることによってやりすぎ感なく雰囲気を変えられると思うので、取り入れられそうなものをやっていただけると嬉しいです。で今のってそのパーツの位置を変えるとか形を変えるみたいな方向性の話だったんですが、もう一つ雰囲気を変えるために重要なポイントがあります。それはですね、もう使用する色を変えるっていうところです。では一番色の変化が分かりやすいのはリップなので、リップを代表にしてちょっとお話ししていきたいと思います。はい、では色を変えるについてですが、もう本当に単純明快に言ってしまうと、色自体の、ま、系統を変えるのが一つ。例えば本当にもう言葉のままなんですけど、今オレンジ系のリップ使ってますよね。これディオールのマキシマイザーの21番なんですけど、これをオレンジ系からピンク系に変える。手に持っているのは19番の方のカラーです。オレンジからピンクに変える、ピンクからブラウンに変える、赤に変えるとか、そういう系統を変えてしまうっていうのが一つ。でもこれは皆さんも大体想像がねつくような変化の出し方だと思います。でも一応実践してみますね。はい、19番が塗れました。だいぶこれでも印象が変わったと思います。色の系統を変えるっていうと、今ってパーソナルカラーっていう概念が浸透もしているので、ちょっと冒険するのに抵抗がある方いらっしゃると思うんですけど、例えば一口にブラウンとか一口にピンクって言っても、その中で本当にいろいろなカラーがあります。青みがかったピンクとか黄みがかったピンクとか、ぜひ今まで使ってこなかった色でも挑戦してみると新しい発見があるんじゃないかなと思ってます。はい、でも今ですね、色の系統を変えるっていうめちゃめちゃすごい当たり前なことを言ったんですが、それでもなんとなく印象が似てしまうなっていう方だったりとか、やっぱり新しい色に挑戦することに不安がある方に意識してほしいところが、色の明るさを変えるっていうことです。例えばめちゃめちゃ極端ではあるんですが、赤色って言ってもこれくらい明るい赤とちょっと落ち着いた赤といろんな赤があるみたいな感じで、この明るさを変えると同じ色の中でも雰囲気がすごく変わります。今明るい方はロム&のブラーファッチティントの9番、暗い方は同じシリーズの3番です。ちょっと一応塗ってみます。なんか似合うとか似合わないとかっていう問題も出てくるとは思うんですけど、例えば絶対赤系がいいんだけど雰囲気変えたいっていう方とかは、その明るさ変えてもらってもいいのかなって思いますね。系統は同じでも雰囲気が変わるはずです、かなり。はい、例えば明るい赤とかだとこんな感じに私はなるし、ちょっと暗くした赤だとこんな感じになります。もちろん全く同じ色を明るく暗くしてるわけではないので完全な対比にはなってないんですけど、イメージ的にはこんな感じで明るさで
雰囲気が変わってきます。はい、今は代表でリップ分かりやすいのでピックアップして紹介しましたが、これをですねアイメイクやチークだったりとか眉毛の色もそうですね、意識して取り入れてもらって、かつ先ほどの前半の方で紹介したパーツごとのメイクの仕方を組み合わせて変えてもらうことでガラッと雰囲気が変わると思います。あと2つですね、これも大事なポイントがあるので、それぞれの顔に寄せた状態でご紹介していきます。はい、それぞれの雰囲気に合わせて全顔メイクをしていますが、3つ目4つ目のポイントは髪型と服装です。メイクだけで変化を出したいのにって思う方もいらっしゃるかもしれないし、ちょっと服と髪の毛を変えるのってずるいって思うかもしれないんですけれども、個人的な意見としてはメイクだけ変えるのだともったいないなと思います。メイクの雰囲気に合わせて服だったり髪の毛も変えた方が断然雰囲気がぐっと寄ってくるので、トータルで考えた方がいいかなと思っています。もちろんメイクだけで雰囲気が変わった方がすごいし、それだけ変化が大きく出せてるってことになるのはもう間違いないと思うんですけど、そこまでの変化を出すにはメイク自体をかなり濃くして変化をつけたりとか、いつも普段から全く使わないようなカラーだったりにすごくたくさんトライして、それを自分に落とし込んだりとか、またテクニックが必要になってくるかなと思うので、人間の印象を考えた時にもやっぱり髪型と服の占める割合ってすごく大きいと思うので、そこは頼った方が絶対にメイク自体の雰囲気が生きてくると思います。私的には結構こういう黒い感じの服着るときはメイクもちょっと濃いめにしたりとか、華やかめなパキッとした色を使うことが多いですね。あと、まあ、これは本当個人的な考えなんですけど、お洋服先に着替えてからメイクした方が雰囲気も合わせやすいかなと思っています。今回は動画の構成的にメイクやってから服だったんですけど、普段はお洋服決めてからメイクを合わせることが多いです。ちなみに1パターン目のこちらはですね、動画の冒頭で紹介したこちら側の顔のメイク方法をまんま再現しています。2パターン目、黒いお洋服の時のこちらは顔で言うと最初の方で紹介したこっちのメイクをベースに考えています。使ってるアイテムは本当に同じなんですけれども、リップだけさらに変化をつけるために変えていて、ヘラのバーム429番ですね、こちらを使っています。はい、ということで本日はいつも同じメイクになってしまうという方に向けた簡単に印象を変えられる方法をお伝えしていきました。ナチュラルながらにでも雰囲気変えたいなっていう方はぜひトライしてみてほしいです。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。